一生相手を思いやる想像力をつける人間関係を面倒くさくしないために分け隔てがない人の周りに人は集まる人に好かれる人の特徴の一つは 分け隔てがないことでしょうか人に好かれる人はポジティブな人ともネガティブな人とも社会的地位がある人ともない人とも人間関係を上手に持っています相手がどこかの会社の社長でもフリーターだったり引きこもっていたりする人でも変わらず普通に接していますこういう人には 相手がこういう人物だったらこう扱うというようなマニュアルはありません一人の人間として扱うので相手も大切にされたと感じるのではないでしょうか興味深いことに人間関係でトラブルを起こしやすい人ほど自分の人脈の中で序列をつけています自分より上の人には丁寧に接するのに自分より下だと見ると 存在に扱ったり傲慢な態度を取ったりするのです相手の共感ポイントを意識する分け隔てのない人は話をするときもなるべく相手が共感できるポイントを意識しながらこの年代の人だったらこういうことに興味があるかな こういう職種の女性だったらこんな話し方をすると響くかなと想像力を働かせながら会話を進めていきますもちろん彼らも初めからそういうことができたわけではなくいろいろな失敗を経てそういう会話のスキルを身につけたのでしょう人間関係を上手に保つためには人を理解するための努力も必要だということです 私自身も誰かと話をするときは相手のライフスタイル、価値観、心情などを細かく想像するように気をつけています。すると面白いことに自分も人に理解されやすくなるようです。人間関係で起きる大きな問題の一つは聞いてもらっていない感じがすることです。特に女性は 男性に話を聞いてもらいたいという強いニーズがあります。男性は人の話を物理的に聞いてあげればいいと考えがちです。しかし女性は話を聞いてもらうだけでなく共感してもらいたいのです。そして考えてみれば共感してもらいたいのは女性だけではありません。どんな人も人に聞いてもらいたい。 分かっててもらいたいいたと感じていますつまり誰にでも好かれる人になるための簡単な方法は人の話をじっくり聞いて理解しようとすることなのですそのためには相手をそのままで受け止めることが大事になってきますどんな人とも普通に接することは簡単なようでなかなかできません ぜひ挑戦してみてください。